ガマゴリ市立図書館は愛知県ガマゴーリシグルなる町にある公共図書館。1969年7月1日に開館した。2009年4月より NPO 法人ブックパートナーが指定管理者として運営を行っている。教育者の金沢義美氏から蔵書の寄贈を受け、1993年には金沢ヒューマン文庫が設置された。 2017年度末の増書数は277,552点。2017年度の貸出数は478,681点だった。2017年度末時点のガマ市の人口は8万3 7 9人であり、市民1人当たり増書数は3.5冊。市民1人当たり貸出数は6.0冊だった。 大正文庫が置かれた蒲氷市立蒲氷南部、小学校包囲群蒲氷町は、三河木綿の生産や生園などで栄えた町であり、大正期から昭和初期には、三河湾の竹島を中心に観光業が発展した。1914年4月には、大正天皇の即位の礼に先立って、五大天記念事業として、蒲氷南部神社高等小学校に、 鎌倉図書館が設立された。対象文庫は、鎌倉町民が広く利用でき、鎌倉町市が刊行された1928年度時点の蔵書数は2117冊だった。戦後の1951年11月3日には、鎌倉町中央公民館が開館している。1954年4月1日に、鎌倉町、三谷町、塩津村が合併して、 ガ郡市が発足すると、1961年には、ガ郡市中央公民館に、図書室が設置された。ガ郡市中央公民館図書室には、対象文庫に加えて、東下具の収集で知られる、郷土市屋の岸間吉松から寄贈された、岸間文庫が設置された。ガ郡市民の間で独立した、図書館設立の機運が高まったことから、 鎌郡市は1968年12月に、区内庁の鎌郡警察署跡地で寄港し、1969年4月には、鎌郡市立図書館開設準備室を設置、同年7月に、鎌郡市立図書館が竣工、開館した。開館時の蔵書数は、約1万2千冊だった。1970年5月には、鎌郡市中央公民館図書室にあった、岸文庫と、 大正文庫を、蒲氷市立図書館に設置している。開館後の2年間は、入館表を発行した上で、指定席で図書を閲覧する方式だった。しかしこの方式は利用者に不評であり、1971年に廃止されて自由に利用できる図書館になった。1971年10月には、蒲氷市青少年読書感想文コンクールを開始した。 1972年度の貸し出し数は152,713冊であり、1972年度末の蔵書数は32,271冊だった。1973年7月には子供の本研究会の活動の一環として毎週日曜日に児童室で絵本の読み聞かせ会を開始した。1975年10月には展示図書の貸し出しを開始し、 1977年4月にはカセットテープの貸し出しを開始した。1978年9月から1979年5月には一度目の図書館増築工事を行い、354平方メートルを増築して、開花初夏部分を拡大させた。この増築工事によって、収蔵能力が5万冊から12万冊に増加している。 1980年4月には個人に対しても紙芝居の貸し出しを開始した。1982年12月には2階のベランダを改造して軽読書コーナーを設置した。1982年度末時点の蔵書数は132,207冊であり、同年度には新聞20紙、雑誌149紙を購読していた。 同時点の一人当たり増所数は1.37冊であり0.92冊の豊橋市、0.78冊の豊川市、0.71冊の豊田市、0.58冊の岡崎市など近隣市と比べても多かった。1983年9月から1984年3月には2度目の増築工事を行い、354平方メートルを増築して、 移動式書家を設置し、また身体障害者用エレベーターを設置した。この増築工事によって収蔵能力が12万冊から22万冊に増加している。1986年に1月には図書館だより図書館情報の発行を開始した。1988年12月には空調設備を全面改装した。1990年3月には 隣接地にあった労働基準監督所跡地も含めた駐車場整備を行った。1993年4月にはコンピュータを設置して図書館システムを導入した。同年7月には教育者の金沢義美氏からの寄贈書をもとに金沢ヒューマン文庫を設置した。同年11月には身体障害者の利便を図るために玄関の自動ドア、 専用トイレスロープを設置した。1994年8月には、蒲郡市児童館の開館に伴って、児童館巡回文庫のサービスを開始した。隣接地にあった蒲郡市医師会が浜町に移転したことで、1995年9月には70台分の駐車場を整備した。1996年7月には、閉鎖書庫に空調設備を設置した。 1998年9月には、電算システムを更新し、2002年7月には、インターネット蔵書検索システムの利用を開始した。2003年5月には、ブックスタート事業を開始した。指定管理者制度導入後、編集2009年4月には、図書館の運営に指定管理者制度を導入し、NPO 法人ブックパートナーを、指定管理者に選出した。 これを機に開館時間を10時から19時から9時から19時に延長している。一般室にレファレンスカウンターを設置し、インターネット専用パソコンを2台設置している。同年8月には開館40周年を記念して、ちびっこ師書や図書館探検ツアーなどのイベントを開催した。同年十一月には、蒲郡市内にキャンパスを有する愛知高科、大学附属図書館と、 蔵書共同利用協定を締結した。2010年910月には、児童文学評論家の赤木観光講師に招いた図書館文学講座を開催した。2011年9月には、歌人の小村博士を講師に招いた図書館文学講座を開催し、10月には、絵本作家の岩村和夫を講師に招いた講演会を開催した。2012年4月には再び、 NPO 法人ブックパートナーを指定管理者に選出した。2013年4月には子供の読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣賞を受賞した。ジャーナリストの伊賀や地下の著書、つながる図書館では、蒲氷市立図書館のレファレンス事例が紹介されている。2014年8月には蒲氷市出身の漫画家である、 大橋博之の展示会を開催した。2015年4月には再び NPO 法人ブックパートナーを指定管理者に選出した。2015年度には国立国会図書館レファレンス共同データベースへの年間登録数が200点を超えたため、国立国会図書館から初めて感謝状を送られた。同年度に愛知県の公共図書館で感謝状を送られたのは、 愛知県図書館、名古屋市鶴舞中央図書館、蒲郡市立図書館の参館のみである。2016年3月には公衆無線欄の利用を開始し、4月には国立国会図書館の図書館向けデジタル化、資料送信サービスの利用を開始した。同年5月頃には図書館支所に魔法が使えるようになりたいと聞いた6歳男児への 対応が心温まる話であるとしてネット上で話題となった。同年9月11日には旅行ライターの石田祐介を講師に招いて図書館文学講座を開催した。2017年4月には5年連続で国立国会図書館レファレンス共同データベースへの貢献に対する感謝状を送られた。同年5月には 名古屋すり鉢学会と共同で、蒲氷デコボコ地形散歩と題して、片野原地区と三谷地区の街歩きを行う、全2回の講座を開催した。蒲氷市立図書館の構造は、地上2階建て、地下1階建てである。1階には、ブラウジングルーム、展示室、児童室などがあり、2階には、一般室、経読書コーナー、郷土資料室、一般学習室、 学生室などがある。図書収蔵能力は25万冊である。253席の閲覧席がある。駐車場は70台分ある。交通アクセスは、JR 東海道線、名鉄蒲氷線蒲氷駅北口より徒歩約15分である。分室には、蒲氷市立図書館本館と同様に一般書と自動書を所蔵している。分室の本は1ヶ月に一度交換される。 1970年10月には、蒲郡南部保育園と西浦保育園に母と子の文庫を開設した。1971年1月には、不詳公民館などで貸出文庫という名称の配本制度を開始した。1971年4月には、塩津保育園をはじめとする六保育園に母と子の文庫を開設し、鶴ヶ浜団地と立花が岡団地に、 青空文庫を開設した。1972年4月には、東武市民センターに、蔵書500冊の貸出文庫を開設した。また、鹿島団地にも青空文庫を開設し、三谷西保育園などにも、母と子の文庫を開設した。1973年10月には、竹屋団地集会所に貸出文庫を開設した。1974年4月には、 青空文庫等の各文庫の体制を整備再編し、同時点では西野浦公民館、西武市民センター、竹谷団地、塩津公民館、鹿島団地、鶴ヶ浜団地、大塚公民館、東武公民館の計8カ所に青空文庫が設置されていた。同時点では西浦保育園をはじめとする12保育園に母と子の文庫が設置され、 鹿島保育園をはじめとする8保育園で保育園巡回文庫を行っていた。1975年4月には竹や団地と塩津公民館の青空文庫を廃止し、また西浦保育園など6保育園の母と子の文庫も廃止した。1976年4月には青空文庫などの考外サービスの充実のために専用の廃本社を購入した。 1979年6月には大塚公民館と西野浦公民館に貸出し文庫を開設した。同年10月には西部市民センターに貸出し文庫を開設した。1981年4月には貸出し文庫を図書館文室に解消再編してご文室を開設した。1984年5月には 東部公民館にも図書館分室を開設して6分室となった。1990年7月には太陽の家にも図書館分室を開設して7分室となった。1992年4月、保育園巡回文庫が母と子の文庫を吸収して復活した。2013年3月には西部市民センター分室を廃止して6分室となった。同年四月には ガマゴリ文化広場にも図書館文室を開設して7文室となり、東武市民センター文室の名称を三谷公民館文室に変更した。2018年まで金沢ヒューマン文庫などが置かれていた別館ガマゴリ市立図書館には以下の特別コレクションがある。2018年まではガマゴリ市立図書館本館西側の別館に設置されていたが老朽化により、 別館の取り壊しが決定したことで、暫定的に特別コレクションの利用を停止している。金沢ヒューマン文庫、編集ホイ群ンがま町出身の教育者、教育評論家である金沢義美氏は、教員時代に勤務表情問題や学力テスト問題と向き合い、定年退職後の1978年からは、子供の文化研究所所長などを務めた。 1993年7月には、本館西側の別館に、金沢からの寄贈書など、約5000点を集めた、金沢ヒューマン文庫が設置された。毎週土曜日の13時から16時まで開放されており、大学院生などに利用されていたという。2004年4月24日には、ボランティア団体、金沢ヒューマン文庫を愛し守る会が発足している。老朽化や、 耐震性の問題などから取り壊しが決定したため2018年6月1日には利用を停止した。鎌堀市立図書館本館も境外化が進んでいるため暫定的に鎌堀市立鎌堀南部小学校2階の相談室に移転した。7月3日に移転作業を行い、廃下を行った上で10月に利用を再開する予定である。百八十九年には ガマゴリ市立図書館が絵手紙講座を開催し、1991年2月には図書館活動サークルのガマゴーリ絵手紙の会が発足した。1994年度には図書館とガマゴーリ絵手紙の会が協力して愛知県内から公募する絵手紙展を開催した。1995年度にはこの絵手紙展を発展させ、全国公募の第一回が マゴーリエ手紙大賞を開催した。応募作品数が1万点を超える年もあり、2009年度の第15回までは入賞作品を掲載した作品集を刊行していた。2010年度と2011年度は応募要件を鎌ゴーリ市在住者のみとし、2011年度の第17回をもって開催を終了した。ありがとうございます。